2019年8月、猛暑の中、一人の野球美女が現れた。はい、どうも、翔平 TV です。どうもです。というわけで、今回は皆さん野球女子ってご存知ですか？もちろん知ってるよね。知ってます。例えば、まあ、YouTube で言うと、最近ではね、メイチュンとか、笹川萌ちゃんとか、向こうさんとか出てますけど、野球やってたって子を、まあ、最近出してますけど、でマジでガチな女子プロ野球選手なんで、しかも結構有名な選手なんで、今回ちょっとアポ取れましてお話を伺いたいんですけど、野球をやったきっかけとか、まあ、普段どういう生活をしてるかとか聞ける範囲ですね。楽しみですね。もうすぐ来ると思うんで、はい、待ちたいと思います。はい、どうも、翔平 TV です。本日はですね、女子プロ野球選手の磯崎ゆかりさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。はい、縁あってお話をする機会が、あったので、いろいろ質問をしていきたいと思います。今回はですね、いろいろ質問を書いてきました。いろいろ聞いて質問に答えてもらおうかなと。答えられる範囲でいいので、いいですか？はい、お願いします。まず、野球を始めたきっかけを教えてください。四つ上に兄がいるんですけど、父と兄の影響で野球を始めた。よくあるやつ。そうですね。結構前、女子プロ野球選手はそういう人結構多いからですか？お兄ちゃんがいて野球を始めた。多いですね。他には、まあ、好きな人がチームにいてみたいな人ですけど。好きな人がチームにいて、それいいなって思って。憧れてるんですか？なんかちょっとそういうことよくないですか？よくありがちな理由でみたいになるよ。ああ、そうですね。意外、でも意外とそういう人もいるんだなってびっくりしました。ピッチャーだったんですか？あ、そうです。あ、小学校2年生からずっとピッチャー。2年生からずっとピッチャー。ピッチャー以外はセカンドで、セカンドがピッチャーやりながらファーストやったり、ショートやったり、外野やったりみたいな。結構いろいろやってます。点々としてました。ピッチャー以外は可愛い系の感じでも。そう、本格的にピッチャーを始めたのはいつ頃ですか？2年生から結構指導者の方にいろいろと教えてもらってたので、ピッチャーでしか考えてなかった。ピッチャーに憧れて自分が始めたいって言ってもらったので。特別な感じしませんか？だいぶ特別です。僕もピッチャーですけど。なんか言い過ぎか分かんないですけど、輝いて見えるんです、ちっちゃい時は。あ、もうピッチャーがいいなみたいな。確かにピッチャーからやっぱ野球って始まるんで、試合って。そうですよね。今目標としている選手って言いますか？ギータ。そうギータ。あなたピッチャーですよ。ピッチャーですか？で、憧れてる選手はギータ。ギータのどこに憧れてますか？普段プロ野球とかあんまり見に行ったりしないんですけど、はい、ちょっと昨年ぐらいからこう見に行ったりとかして、見に行った試合でサヨナラホームランを打ったんですよ。かっこいいと思って、これ目標だと思って。ちょっとなんかずれてます。なんか普通の野球ファンですかね。っていうのはちょっと置いといて。あ、どうですか？ありがとうございます。多分今あのバットボタンが一気に増えましたね。やばいっす、やばいっす。もう提唱した、提唱した。提唱するんじゃない、押すじゃない。押す。ぜひとも動画見てもらって、インスタ投げてほしいな。ちょっと挑戦したい。そうですね、いろんな引き出しを持つって大事なんで。はい。インスライダーちょっと習得します。はい、ぜひお願いします。はい、はい、そして何歳までこの野球を続けられますかって質問なんですけど、肩肘持つためにできる限りやりたいなというか、プレーしてできるならしたいです。投げてる姿ずっと見たいんで。本当ですか？はい、投げてる姿です。編集しながらですね、これは応援以外です。嬉しい。実は参考にしてます。はい、そして、普段のタイムスケジュールを教えてもらっていいですか？普段は朝
大体6時に起きて、で自主練の時間があるんですよ。自主練、はい、なので、まあ、1対1時間にしたりするんですけど、大体7時から8時までの間が自主練の時間になるので、その間に今日やることが多いなって自分の中で思ったら7時くらいになります。で私の場合は走る系が多いんですけど、で8時から練習して大体12時、1時ぐらいまで練習まで終わって、大体3時前ぐらいから野球教室だったりとか試合の告知だったり、そういったことを大体6時ぐらいまでやって、その後はフリーなんで、平日は毎日練習をしつつも、午後は女子プロ野球普及のために様々な活動をされているということでした。次はちょっとあの軽い感じで、好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物は果物なんですけど、はい、果物？果物のちなみに何ですか？アメリカンチェリー。アメリカンチェリーアメリカンチェリー桃とかみかんとかいちごとか、いちごとかいちごのせいかと思ったんですけど。じゃあ次行きます。休みの日の過ごし方。休みの日は、はい、試合の次の日は結構お昼過ぎとか、まあ、ゆっくり 寝てたりとか、あとケアに時間を使ったりとかするんですけど、試合やって練習でオフとかだとちょっと出かけたりとか、買い物に行ってとか、頑張りよく頑張りよく1時間ぐらい、もう全然1時間足りないんですよ。なんか何回でも入れるじゃないですか、場所によってないですけど、ちょっと休憩してちょっと入って分かる。本当ですか？分かりますよ。温泉でバイトしてる。これ結構初じゃないですか。温泉でバイトってやばいんですか？野球の質問してるんですけど、あの例えば先発の時があります。もう何回まで自分は投げようっていうのがあるんですか？それとも、もう何回までってもう事前に言われてるんですか？いけるとこまで系なんですか？基本的にはいけるところまで基本的には1試合を組み立てて、どういう配球でいくっていうのを話してます。ああ、なるほど。じゃあ調子がちょっと悪いなと思ったら、結構早い段階で降りたりもあるじゃん。ありますね。過去何回ってありますか？最短で。最短2人とかですか？2人。最初の辺ですか？プロの最初。1年目ぐらいに2人ぐらいで変わって、ね、すごいあのゲームを作っちゃいました。マジですか？でも自分は結構いい、あの程よい時の回転だったんで、良かったんですけど、やっぱりどのピッチャーが投げても打たれる。で多分そういうのを自分が作っちゃったんで、それはめっちゃ考えました。ピッチャーやってて制球が全然定まりません。そういう時はどういう風に修正をしますか？自分の中で基本的にめちゃめちゃ荒れるっていうのがないからこそないですか？ボールが多すぎるとなんでいかないのかなとは考えるんですけど、投げた感覚で、あ、今日ここ後ろ体重だなとか、リリースがずれてるなっていうのは大体わかるんですよ。もし最悪な場合があったとしたら、多分もう何も考えずに自分の体ど真ん中を投げるぐらいで思いっきり腕を振るしかないのかなって思っちゃう。何を考えてもダメな時は考えない。なるほどね。ああ、なるほどね。あれ、でも化粧ってするんですか？試合とか。しないです。あ、すっぴんなんですか？日焼け止めだけです。うちのやってる時の写真？めっちゃ化粧してるんじゃないかぐらい。松井くんつけてるんですか？松井くんは化粧に入りますか？入らない。入らない。それは努力だから大丈夫。はい、というわけで、いろいろね、質問させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、次回はですね、磯崎選手のもう必殺技と言われてます、ナイアガラカーブの投げ方、握り方を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで本日の動画になります。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。こちらの2つとも、1名様ずつね、1名、2名様にプレゼントします。はい、というわけでこちら、茂人佐藤さんからこちらの
サイン色紙とバッティング手袋、これはロッテ時代の最後のバッティングなので、こちらを翔平TV視聴者の方にプレゼントします。応募条件はチャンネル登録と熱いコメントよろしくお願いします。プレゼント出します。上手ですけど、モンタースポーツさんのインスタグラムをフォローと、動画にコメントをすること、そして翔平TV のチャンネル登録を、すると。はい、というわけで今回ですね、須崎選手にこちらのサイン色紙を3枚いただきました。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、こちら翔平TV視聴者の皆さんに、3名様に、プレゼントしたいと思います。応募条件はですね、翔平TV のチャンネル登録、そして熱い熱いコメントぜひともよろしくお願いいたします。ちなみに当選した後、当選者にお名前を聞きまして、こちらに名前を書いてもらってお送りするという形になりますので、ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。